皆様こんにちは、韓中国です。中国共産党のエネルギー効率の二重管理政策により、20社以上の上場企業が生産制限や生産停止の状態に陥りました。電力供給と生産停止の制限に対する単純かつ残酷な一律の規制は、多くの企業に当面及び将来の生産経営状況に対する不安を感じさせました。中国新聞も26日の報道によると、数日のうちに20社以上の上場企業が一時的な生産停止または一時的な生産制限の広告を発表しました。投資家との対話プラットフォームでは、上場企業に対して二重制限、二重支配政策は会社に影響を与えるのかという質問が頻繁に寄せられました。毎日経済新聞の報道によると、浙江省識連網絡会議有限公使と商工市河波市区貿易対外貿易商会の代表取締役社長である任光天氏は、今回の電力制限と生産停止の通告は本当に急であった。21日の日中にエネルギー消費量の多い企業の生産を月末まで停止するとの連絡があり、その日の夜に電力の供給が切られた。準備する時間もなかった。一つの工場で生産を停止すると数十万円の直接的な損失が発生するのだ。さらに重要なのは、お客様からのクレームや成熟した労働者の流出など、その後の連鎖反応であると述べました。商工河波市区貿易対外貿易商会の生産能力は、中国におけるナッセンの重要な生産地として国内の3分の1を占めています。生産停止期間が短ければ、お客様にご理解いただけるよう説明することも可能だが、長ければ保証費用が発生してしまうと語った河波市区のニット生地生産メーカーもいました。報道によると、21日以降、商工市河波市区の161社の印刷染色化学繊維企業が混乱しています。また是正要求を受けた雲南省では、一部の高エネルギー消費企業に年末までの生産制限が求められました。これには9月から12月までの月平均生産量が8月の生産量を上回らないグリーンアルミニウム企業、9月から12月までの月平均生産量が8月の生産量の 10% を上回らない工業用シリコン企業及び王林製造ラインが含まれます。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。